はい、どうもこんにちは、こんばんは。スキビリトール70話面白かったやつ、高評価、どうもズルフィーです。ということで皆さんね、70話見ましたか？面白かったですよね。もう待ってよかったっすよ、本当に。もうずーっと待ってて、もう大正解ですよ、こんな。まあ新たなねストーリーが始まりそうな、まあ第70話でしたけれども、今回はですね、この70話の謎考察やっていきたいと思います。イエーイ。いや、今回ね、4分間あるんで、まあ、結構ボリューミーな動画になってると思うんでね、まあ、結構長くなっちゃうかもしれないんですけど、この動画ね、全部見てもらえれば、スキビトール70話のこと、もうほぼ全てね、わかると思うので、まあ、ところどころ僕のね、謎考察とかも挟みながら、いろんなことをね、解説していければなと思います。それではやっていきましょう。さあ、ということで見ていきましょう。ということで、もういきなりね、はい、あります。ここね、はい。いきなりあるわけですよ。1個ね、ある事実が判明しまして、まあ、このね、カメラマン見てもらいたいんですけど、トイレットペーパー持ってるじゃないですか、このね、腰あたりに。これトイレットペーパーじゃなくてね、グレネードだったらしいですね。まあ、見てもらえればわかるんですけど、ほら爆発するんです。ほらほら、爆発するんで。これね、なんか中で別のものがね、爆発したんじゃないかみたいなこと言ってる人もいたんですけど、地面についた時のね、音がね、明らかにトイレットペーパーの音じゃないんですよ。ほら、まあ、なんでね、実はこのトイレットペーパーだと思ってたものは、まあ、グレネードでしたよってことがね、わかりました。そして、あとここですね、このシャッターのところに、ノースモーキングって書いてあるんですよね。まあ、これは特に意味あるのかわかりませんけど、一応書いてあるんで、紹介はしておきました。で、まあ、こっからですよ。はい、ここですね、はい、新しい武器が登場しましたね、これ。この、まあ、火炎放射器ですよ、青い。タイタンカメラマンの、まあ、火炎放射器。まあ、多分これ炎だよね、このね、火炎ね。はい、タイタンカメラマンの炎をね、出す武器が出て、はい、灰色のね、まあ、スキビリトイレを一瞬で倒していくと。で、まあ、ここからね、視点のカメラマンの人が、まあ、右側を向くとですね、うおーっと結構悲惨なことになってるんですよ。まあ、ちょっと戻ってみると見て、ここら辺とか、もう死んじゃってる人がいるんですよ、倒れて。いや、他にもいますよ、ほら、ここら辺とかにもね、倒れちゃってる人がいてと。で、もうね、ほら、この走ってきてるね、このカメラマンたちの服なんてもうだいぶボロボロですよ。まあ、多分戦闘中に燃やされちゃったんだろうね、うん、服とかが。それかなんか引きちぎられたかとかね。で、一応ね、これ見た感じ、ヘッドホンとか、あとレンズだったり、背中にジェットパックつけてないんで、まあ、こいつらはね、援軍としてきたカメラマンたちじゃなくて、援軍が来る前にね、頑張って戦ってた、もうアップグレード前のね、カメラマンたちだと思います。で、あとちょっとね、細かいところなんだけど、服とかにね、なんか若干アップデートみたいなのが入ってて、服の動き、走ってくるね、カメラマンの服の動き見てほしいんだけど、結構見て、ほら、なんかリアルに動いてませんか？今までさ、ここまで動いてなかったんだよね、服。今まで服ここまで動いてなかったんだけど、まあ、今回の回からね、これもうこんなにも服がね、左右になんか揺れるようになったんですよね。多分今までは動いてなかったと思うんで、これ結構ね、まあ、システムっていうか、まあ、細かいところですけど、結構大きめなね、これ変更点なんじゃないでしょうかと。だから今後もこういう細かいところのアップデートとかもね、あるかもしれません。はい。で、まあ、ね、なんか、この、めちゃめちゃ服焼けちゃってて、これ何、これ茶色い多分服だよね、これスーツ？シャツかな？茶色いシャツと多分茶色いズボンをね、履いてるカメラマンがいますね。もうなんか上に着てる黒いね、スーツがもう焼けちゃってるかなんかで、もう、すごい見えちゃってるよ、中が。中ってこんなになってたんだね。こんな服着てたんだね、実はね。で、ここのシーンなんですけど、まあ、走ってくるね、まあ、カメラマンだったりに、まあ、結構目がいっちゃうんですけど、ちょっとやばい箇所か、何箇所かあって、まずここの電柱見てほしいんですよ。ね、ここをちょっとね、見てもらいたいんですけど、なんかいるんですよ。なんかいるんですよ、これ。いや、これもしかしたらカメラマンなのかもしれないんだけど、でもカメラマンじゃないよね、これね。なんか汚れたさ、スーツ着てる人が倒れてて、で、なんかさ、変な仮面みたいなの被ってない？なんかさっきね、拡大して見てみたんだけど、なんか顔がなんかガスマスクみたいなので覆われてるみたいな。これ顔だよね？これ違うか、この。これ顔じゃないのかな？顔電柱で隠れちゃってる？僕なんかこれが顔に見えたんだけどさ、これ誰なんだろうね？これ人なのかね？まあ、僕の予想だとなんかスキビリトイレにこの場所占拠される前にいた人っていうのが、まあ一個の予想なんですけど、どうですか皆さん、これ何だと思います？なんか怪しすぎるんだよね、これだけ。カメラマンとか血とかそんな出ないのにさ、ね、こいつ血で出てるから多分、まあ、カメラマンではない何かだと思うんですけど、ちょっとほんと皆さんの考えも聞きたいですわ。だからこのシーンにもう一個ね、ちょっと秘密があって、ここですね、ここになんか車があると思うんですけど、それのほら、ここにさ、人いるの分かる？これ。多分なんだけど、これ人なんだよね。で、多分これあれかな、シークレットエージェントかな。まあもし、なんかシークレットエージェントとかなら、
なんか次のなんかシーズンなんとかでまとめられる動画とか、あとはまあ70話のフルエピソードとかでもっとなんか画質良くなって正体明かされるとかはありそうだよね。それかまあこいつもスキビリトイレがねこの場所占拠する前にいた人で、まあ殺されちゃってても死体になっちゃってるみたいな感じなのかなとか、まあいろいろ思ってるんですけど、なんかシークレットエージェントのような気がするんだよね。さあで、まあ続き見ていくんですけどね、やられちゃうんですねこの茶色いカメラマンが。もう一瞬ですよ、もうすごいワンパンでね、はい、ロケライン、これドーンと。でこの走ってきてるねカメラマンもこのミサイルでドーンとやられちまうところでですよ、はい、この赤い銃ですよ。まあこの赤い銃ってことはね、あのラージカメラマンなんですよね。まあ前回のね、はい、これ69話なんですけど、69話でね、まあ来るわけですよラージカメラマンが。はい、これほらこのね、まあ赤いもうどでかいね、なんかすごいレーザーガンみたいなのをこのね、まあラージカメラマンが持っていたので、まあ今回のねこのまあ70話の視点はもうラージカメラマン確定でいいのかなと思います。でもうね、瞬殺するんですよ、ほら、はい、もう全員、ほらもう全員瞬殺、ほらもう4体を瞬殺するわけですよ。もう普通のカメラマンたちがあんなにってことでたね、もうヘリコプターのカメラマンとかもうミサイルのカメラマンをもうこんな一瞬で倒しちゃうと。あとなんかすごいなと思ったところがあるんだけどさ、この赤い銃撃ってる時にもさ、ほらミサイルが結構飛んできてんのよ、ほら。なのにさ、もうそれ全部避けてんの、ほら全部避けてんだよ、これすごくない？これ意図的にやってんのかね。まあでもほらこれ最後の一発はこうやってなんかジェットバックで飛んでさ、意図的に避けてるから、もうなんかこのね撃ってきてる時に飛んできてるやつも多分意図的に避けてんのかね、まあ、だとしたらすごいよ。で、はい、まあね、あのカメラマンねジェットバックがついたので、はい、これで飛んでね倒していくと、これ強すぎ、もうすごいよこれ。まあ、前回かいつか分かりませんけど、あのねもうほんとジェットバックがついたおかげでね、もう自由にこんな感じで浮遊できるんですよ。いやなんかね、もう武器が強いのも相まってさ、あのタイタンカメラマンを見てるかのようなね感じなんだよね、これ視点が。なんか見えない、なんかタイタンカメラマンの視点の回あったやん、あれ思い出すんだよね。なんかこの回をなんかちょっと思い出してね、うん、それくらい迫力があったんですよ、あのラージカメラマンの視点なのに。いや多分これもうこのなんラージカメラマンとか普通のカメラマンとかがさ、今までさあのされてきたアップデートの中で一番のなんかアップデートのような気がする、これ一番の進化な気がしますよ僕は。これがだってさ、飛びながらさ、あのほらこんな簡単になんかモブの中でもちょい強いやつをさ倒せるんですよ、こんな簡単に。いや多分今後もいろんなねスキブリトイレに対応するまあアップグレードがされてくると思うんで、いやそれも結構楽しみですね、もうワクワクしてますよ。はい、でまあここでね一回地面に降りるんですけど、見てこんな遠くまで届くんですよ、結構遠くいたからね、ほらわりかしこれ距離あるんだけどそれでも届いちゃいますよと。まあこれでこの武器のね強さ、そしてもうどれだけ遠くの人まで届いちゃうかっていうのがね分かりましたね。でまあこのね2人倒した後に左向くとね、はい、基地ですよこれ。まあ多分これあれかな、今ちょうどブラックカメラマンとかが潜入してる基地かなと同じところかな。でまあこの基地からですよ、見てください、なんか鎧を持ったねスキブリトイレが出てくるんですよね、しかも大量に。でねまあこれ見てたらね、はい、ヘリコプターのスキブリトイレが来るんですけども即座に対応すると。でね、はい、まあ一旦ねちょっと隠れようってことで、まあ崖の裏とかあたりに行くんですけどね、もうその間も倒しちゃうと、うん、もうその間もねもう敵をもうすぐ倒してしまうと。これもう本当あれだよね、ジェットバッグがアップグレードでついたおかげだよね、ジェットバッグ有能すぎんか、うん、まあ武器も有能だけどね、ジェットバッグが結構とにかく有能だと思うわ。で、あとさ、ところどころさ、まあ、これもさ、多分ダメージほら、結構ミサイル当たってると思うんだよ、爆発の、まあ、何かしらは。なんだけど、結構耐えてるんだよね。うん、次もさ、こいつからもさ、ほら、ちょっと視点がさ、ほら、荒ぶってるから、ダメージは受けてるんだけど、まあ、全然耐えてるんだよね。うん、だから、なんか武器とかさ、あと、ジェットパックとかで、アップグレードで入ったけど、耐久力とかも結構アップグレードされたんじゃないかなって僕は考えてますね。はい、で、こっからね、はい、目の前にいる、まあ、ミスキビリトで倒して、はい、ここで飛んできたヘリコプターも倒してるんだけど、横からね、ほら、このミサイル、横からなんかすごいミサイルが飛んできてね、ここでダメージを負ってしまうんですけど、はい、追ってしまうんですけど、すぐに立ち上がってね、はい、ここにいる鎧の、はい、このスキブリトイレにね、向かっていくと。もう見てください、この強力なね、レーザーで攻撃するんですけど、全く歯が立たないんですね。強力だと思ってたレーザーがもう一瞬でね効かないスキブリトイレが出てくると。もうスキブリトイレもさすがの対応力ですよ。もうなんでね、もうこのスキブリトイレもほらもうすごい笑顔ですよ。でまあミサイルが4つついててね、しかもなんかチーマンについてるこのレーザーもついてて、もう結構えげつないですよ。しかもこれを量産してるんですからね、スキブリトイレ側やばいですよ。スキブリトイレ側も結構力つけてきてますよ本当に。でもうねラージカメラマンが終わったと思ったら、ほら今一瞬ね揺れが起こりましたよね。はい、誰が来るのか。はーい、このね、タイタンカメラマンが来ると、もう突っ込んでくるんですね。もうラージカメラマンもほら、
もうちょっと荒ぶっちゃってるよ視点が。でもうなんか多分あれかな、この通路を壊しましたね。まあ多分このね、まあ多分製造工場だと思うんですけど、奥がこの製造工場からね、まあスキビリトイレがね、あの運ばれてこれないように多分あえてこのねダムのね壁みたいなやつをもう突っ込んで破壊したんじゃないかなと思います。でですよ、まあこうやって突っ込んできたんですけど、まあギリギリね生き残ったほらこのスキビリトイレもう一気にねほら標的を変えるんですよね。もうラージカメラマンじゃなくてもう一気にタイタンカメラマンにねあの標的を変えるんですけど、あのまあタイタンカメラマンもね前回あのジェットパックですごいアップグレードしてるんですよ。まあタイタンカメラマンについたねジェットパックにはなんかレーザーみたいなのがついていてですね、もうそれがですね見てくださいこれ強すぎませんか。もう数秒で死にましたよ。ラージカメラマンがあんなに苦戦してたのもう5秒ぐらい、もう2秒ぐらいですよ。もうなんだ1秒ぐらいで殺してますからね。でまあね後ろからほらあの撃たれてるんですけど、なんか全然気になってないんですよね。だからなんかいろいろね結構ずっと戦ってますけど、まだまだ戦いそうだね。前回あのタイタンテレビマンからエネルギーもらったっていうのもあるかもしれないんですけど、まだまだ戦いそうですね。でまあはい、後ろにねいるやつをはいこのブラスターみたいなのでね、ブラスターの攻撃みたいなので倒していくと、でまあ新たな音が聞こえてやってくるんですよ。また新しいスキビリトイレが。で、はい、こいつ見てみるとね、あの、1、2、3、4つと、まあ、レーザーがね、ついてて、なんか、ジーマンのコピーみたいな感じよね、これもね。顔はジーマンじゃないけど、なんか装備は結構、昔のジーマンと同じような装備してるよね。で、まあ、さっきのさ、こいつですよ、この鎧のさ、スキビリトイレとかが、まあ、量産されてるっていうのとかを考えると、まあ、今のスキビリトイレの普通がこれなのかもね。ジーマンのレーザーめちゃめちゃついてて、空も飛べちゃって、みたいなね。あと、ミサイルついてられるだったり、盾がついてるだったり、そういうのがなんか普通になってきちゃってるんだよね、もうね。やばいよ。で、まあね、このスキビリトイレが攻撃をしてるとね、はい、黒い煙が出てきてドカーンと、もうね、ほら、若干見えてるんですよね、ここで。はい。もうドーンってやられて、もう誰が登場するかもうね、こいつしかいませんよ。タイタンテレビマンですよ。なんか百獣の王みたい。なんかライオンみたい。なんか崖の上いる。もうまさに王ですね、今。もう王様みたいな感じがしますよ。で、まあね、あと一人ね、忘れてもらっちゃ困るということでね、はい。このタイタンスピーカーマンが来るんですけど、なんか肩燃えてるんですよね。何してたん、お前。何してたん、なんか肩燃えてるけど。で、まあこの肩のね、火を、はい、さーっと消していくと。で、はい、ここで、ほら、喋ってるんですよ。聞こえました、今。ほら、喋ってるんですよね。で、まあね、このタイタンテレビマン、何言ってたかっていうと、カムクイックって言ってましたね。まあ、実際にね、もうこのシーンを、まあ、逆再生ね、した動画があるんで、それをご覧ください。どうぞ。はい、どうでした？カムクイックって言ってたでしょ？ね、早く来いって、多分タイタンスピーカーマンにね、まあ、言ったんだと思います。はい、このシーンで。はい。そこで早く来いって言って、で、いやーよかったよね、タイタンスピーカーマン。もらえましたよ、タイタンテレビマンからエネルギーを。まあ、前回ね、タイタンカメラマンにエネルギーを送った時と同じようにね、タイタンスピーカーマンにもエネルギーをね、送りました。で、はい。もうめちゃめちゃね、ほら、ビリビリしだすんですよ、このエネルギーの注入が終わった時には。なんか、これ見た感じさ、なんか、あれじゃない？タイタンカメラマンよりさ、なんか力得たよね、エネルギーを送られたことによって。もう、結構だってタイタンカメラマンと比にならないぐらいビリビリしてるからね。スピーカーの部分、このブラスターの部分、もちろんコアの部分もっていう感じで。なんかタイタンカメラマンはね、なんかコアの部分だけビリビリしてたんだけどさ、スピーカーマンもどこの箇所もビリビリしてるからね。だってね、体もほら震えちゃってるからね、今。見た？ほら、すごい震えちゃってるよ、このスピーカーとか、ブラスターの部分とかね。でですよ、はい、左にね、視点が動くんですけど、見てください。大量の毒ガスと、そしてミサイルをね、守ったスキビリトイレ軍団が襲ってこようとするわけなんですけど、もうね、5秒後ぐらいにはこいつは死んでます。はい、見てください。はい、もうね、もう、こう、おたけびがすごい、もう、おたけびがすごいよ、もう、この視点のラージカメラマンの頭がね、震えちゃってるわけですよ、もう、エネルギーがありふれてしまってる、もう、このタイタンスピーカーマンには。で、もうね、エネルギーがね、ほら、ありふれてるんで、もう、撃ちますよ、ここで、ブラスターを。もう、結構、ほら、もう、適当にバーって撃ってね、適当ではないと思うけど、撃ってね、もう、ほら、もう、全員倒してるんですよ。ほら、もう、飛びかかってね、一体多分倒してるんだろうけど、他はね、もう、ここですよ、もう、ここでほら、こう撃ったブラスターでね、全員倒してるんですよ。もうやばすぎるよ、もうタイタンスピーカーマンもう大覚醒なんですよね、本当に。はい、もう一瞬ですよ、ほら。もうガチで5秒後ぐらいには死んでるでしょ。はい、で、ここでですよ。今ね、ブラスターで、まあね、結構フラフラしちゃって、負傷してるね、毒ガスのね、ブラスターを持った、まあ、このスキビリトイレがここまで来るんですよ。なんで、そいつからね、毒ガスのブラスターをね、タイタンカメラマンは奪って、もう自分の腕につけると、もう簡単につけるよ、もう本当にこいつ、簡単につけすぎなんだよ。
マジで、なんかほんとプラモデルと同じくらい簡単だよ。はい、でね、まだね、命があったんで、このスキブリトールに。もう毒ガスでね、はい、ファイナルブレイクを決めていくと。で、タイタンスピーカーマンが今ね、大暴れしました。見てほら。もうずっとビーム出してるんですよ、これ。もう多分フルパワーで出してるんじゃない？胸からビームを。まあ、多分これフルパワーでコアからビーム出してると思うんだけど、これならさ、このサイエンティストにさ、勝てそうだよね。まあ、この回ね、タイタンスピーカーマンが、ビーム出すんですけど、ほら、多分エネルギー不足かなんかでね、まあ、この毒ガスのなんかブラスターを壊せるんですけど、ほら、もう全然入ってないんですよ、サイエンティストにはダメージ。でも、これならさすがになんかダメージ入れれる気がしない？まあ、だから次でかいサイエンティストと戦うときはね、もうぜひこのビーム使っちゃってください。で、そしてですね、まあ、ここでもちょっと懐かしい状況になります。はい、見てください。この状況、わかります？この状況。はい、この回ですよ。これちょっと音ないんですけどね。見てこれ。この回思い出しません？まあ、この回はね、はい、こんな感じで、もうめちゃめちゃブラスター打ちながら回ってね、はい、もう一瞬で対処したんですけど、今回はね、その58話より見て、進化した方法でね、はい、倒していくぞやばすぎんだろ、マジで。で、なんだなんかね、飛ばしすぎたのかな、力使いすぎたのかわかんないんですけど、崖に突然座り出します。で、ここでね、はい、タイタンテレビマンが、まあね、出てくるわけなんですけど、ほら。もうめっちゃ顔ふざけてるんですよ。うん、なんかこれロブロックスかなんかで出てきた顔らしいんですけどね。なんかもう、どんな顔やねんこれ。もう意味わかんないよ。どんな感情でその顔してんだよ。でね、この変な顔しながらなんか言うんだよね。うん、ちょっと聞いててほしいんだけど、タイタンテリーマン。ほら、ね、なんか言ってるんですよ。まあ、これなんて言ってるかっていうと、10 out of 10って言ってます。まあ、どういうことかっていうと、まあ、簡単に言うとなんか10点満点だよみたいな。10点中10点だよってね、言ってますね。一応ね、まあ、逆再生の動画あるんで、まあ、それもご覧ください。どうぞ。さあ、皆さん聞こえました？10 out of 10って。はい、そしてですね、この後懐かしいやつが登場します。そう。はい、こいつですよ！この DJ のスキブリトイレがね、久しぶりにやってくるわけですよ。ガチでこれぶりじゃない？多分。でも、本当にこれぶりだと思うんだよね。これ以降、だって出てきてなくない？まあ、多分おそらくね、はい、こいつパート6ぶりに登場ですよ。で、もう結構、ありえないぐらいアップグレードされてますね。もうスピーカーがバチクソついてて、あともうレーザーもね、めっちゃついてると。でも、このレーザー弱そうだね、なんか。ジーマンについてるやつとはちょっと違いそうな感じするから、若干弱そうな感じはします。いや、でもこの DJ のスキブリトイレが来たってことは、なんか懐かしのスキブリトイレ。まあ、なんかもうマフィアとかも最近来たからさ、懐かしのスキブリトイレがなんかどんどん登場してくるかもしれませんね。なんかホーリースキブリトイレとかも来るんじゃない？あいつも。はい、まあこれね、懐かしいやつが登場したんですけど、すぐ消えます。はい、こいつね。はい。はい、後ろから謎の腕が現れます。はい、腕が現れて、はい、もう引きちぎられるんですね。はい、と。引きちぎられて、もう終了です。で、まあ、はい。で、まあ、ここにね、あれ、DJ いるんですけど、うん、投げられます。ほら。横にバーンって投げられちゃって、生きてるかは分かりません。でも、100% 死んだみたいなシーンがさ、なんか出たわけじゃないから、なんかギリギリ生きてそうだよね。今の DJ のスキブリトレ、横にバーンって投げられたけど。なんで、今後ね、またアップグレードされて、出てくるかもしれない。で、また、その時は、また一瞬でね、ドガーンってやられるんじゃないでしょうかね。で、まあね、腕の正体は誰だったかっていうとね、はい、こいつですよ。アストロスキブリトレですね。まあ、アストロスキブリトイレといえばこのね、まあ60話でもうこんな感じでね、もうジーマンに向かってもう攻撃をしだした、もうやばいやつですよ。やばいやつがね、もうなんかすごい進化して登場してるんですね。まあもともとね、こんな感じで腕は3本あったんですけど、なんか腕についてるものがね変わりましたね。なんか多分全部同じなものがついてるのかな。多分全部同じものが多分ついてると思うんですけど、磁石のなんか能力みたいなのがついてますね、全部の腕に。もうすごい真剣な顔でね登場しましたね。で、まあ、あとはね、このまあスキブリトイレのね、スキブリトイレたちのこの裏切りからね、まあ、わかると思うんですけど、やっぱりこいつはやっぱ第三勢力ですね。アストロスキブリトイレはね、結構言われてましたけど、第三勢力なんじゃないかみたいなことね言われてたんですけど、やはり第三勢力でしたね。はい、で、まあ話がねここから進んでいくんですけど、まあタイタンカメラマンはね、はい、攻撃をするんですけど、見て、もう磁石のね、なんか力がすごすぎて、撃たれたね、まあブラスターのこの弾をもうキャッチしちゃって、で、ほら投げ返すんですよね。うん、で、もう命中させると。
まあでもタイタンカメラマンはね、なんかそんなダメージはなさそうですね。はい、これ見た感じそこまでダメージはなさそう。いやもうね、初見でもうこの能力見た時はもうね絶句しましたよ。もう何言えばいいか分かんなかったもんこれ。でも強すぎるでしょ、タイタンカメラマンの攻撃をこんな簡単に受け止めて、もうこんな簡単に投げ飛ばすんですよね。こんなちょっとなんかでかくないじゃん。 G マンとかさ、でかいサイエンティストに比べると迫力のないこのスキブリトーリーがこんな簡単に返すところ見ちゃうとびっくりですよ本当に。でまあタイタンテリーマンもね、こんな感じでビームの攻撃するんですけども、すごい簡単にもう軽やかに避けてきますよ。ほら見ててみよう、ほらもう超軽やかにね、もう避けちゃって、で笑顔になるんですよね。でまあここでね、あのタイタンテリーマンがほらはい、喋り出すんですけど、ここ何言ってるかっていうと、Who the do you think you are? って言ってます。まあ、意味はなんか、誰だみたいな、お前は誰だみたいなね、こと言ってます。まあ、そりゃそうだ。よくわかんないね。裏切、スキビトールが突然裏切り出すんですから、で、お前誰なんだってね。まあ、そりゃなりますよ。で、まあ、ここまで一応逆再生した動画があるんで、ご覧ください。どうぞ。はい、まあ、そんな感じなんですけど、ここでですね、まさかのことが起こります。ほら突然自分の声で笑い出すんですよ。スキビリスキビリとか言わずに、もう普通にして、もう地声で笑い出すんですね。すごい低い声で。そしてまさかのね、笑うだけじゃなくて普通に喋りもするんですよ。聞いてください。はい、もう喋り出しちゃうんですよ。もうまさかの、もうスキビリスキビリしか言えないやつらだと思ってたら、まさかの普通に喋ると。今なんて言ってたかっていうと、 You are all will die って言ってましたね。なんかお前らはなんか全員一緒に死ぬぞみたいなことをね言ってました。こんなしっかり英語喋るスキビリトーリーさ、初めてじゃない。まあこの発言はね、まあ今後に大きく影響してるんじゃないかなと思いますね。まあ多分このね、あのアストロスキビリトーリーには、まあ何か作戦があって、今後ねタイタンたちに、まあ何かをね仕掛けるんじゃないかなと思いますね。はい、でそしてね、はい、タイタンテリーマンがね腕をテレポートさせて攻撃するんですけど、これに関してもね軽やかに跳ね受けて、しかもね、はい、この剣をねもう掴むんですよ。はい、磁石の力で掴んで奪い取ると。で、はい、ぶん投げると。もうお前どんだけ強いの、お前いつからそんな強くなったのっていうね、やばい怪物を残してしまいましたよ。もっと早く倒しておくべきでしたよこいつのことは。でもうすごい笑うんですね。笑ってもうとてつもないスピードでほら消えてくんですよ。これもやばくない、結構この能力もやばいと思うんだよ。なんかサイエンティストとかってちゃんとさ、テレビマンたちと同じみたいな感じで切り出してさ消えてくけどさ、こいつに関してはもう一瞬でほらシュイーンって、この能力あったらもう攻撃食らわなくない。グリッチスキブリ通りとかより多分速いスピードで動いてみたいな感じでしょう。だってこれテレポートしてんのかな、わかんないけど、まあちょっとこれはわかりませんね正直。テレポートしてるのか、すごい速いスピードで動いてるのか、果たしてどっちなのか、これはまあ皆さんの予想とかちょっと聞きたいですよ。これもまあでもとりあえずね、ここでまあアストロスキビリトーリが登場したことによって、まあ新しい物語が始まることがもう確定しましたよねと。まあこのねアストロスキビリトーリはね、もうここでね You all will die って言ってるんで、もう確実にねカメラマン陣営の、もうカメラマン側に対してのね脅威ですよ。そしてねカメラマン側だけではなく、まあここのねシーンを見てもらえれば、はい、スキビリトイレ側のね脅威であることも確かですよ。まあもしかするとね、もう近々このアストロスキビリトイレが G マンかサイエンティストスキビリトイレをねぶっ倒す、そういった未来もあるんじゃないでしょうか。でまあね、アストロスキビリトイレが消えた後、まあタイタンテリーマンの方をね向くんですけど、腕に剣が刺さってると。結構強いですよ。だから結構な威力で、まあ、もちろんこの剣自体が強いっていうのもあるんですけどね、まあでも剣の威力が強いだけだったら別にタイタンテリーマンとか言っても避けれたり普通にキャッチとかできると思うんで、ぶっ刺さってるってことはね、もう結構もう強敵ですよやっぱりアストロ。はい、そしてね、あの怒った顔をねするんですね、ここで。はい、見ててください。もうアングリーですよここ、もうすごい怒ってるよ。はい、でまあその後ね、ちょっと後ろを向くと、見てください、久しぶりのウーマンズが登場します。でこのウーマンズね若干アップグレードされてて、まずこのねスピーカーウーマンなんですけど、背中にね剣がついてますね。背中に剣がついてるっていうのがアップグレードポイントで、でこのカメラウーマンですね、カメラウーマンは両腕にさ銃ついてるね多分ね。なんかあれ元からついてたとかじゃないよねこれね、多分新しくついたと思いますこれは。でまあテレビウーマンに関してはわからん、なんだかでも何かしら多分されてると思うんだよね。だって横の2人がされてるんだからさ、こいつだけされてないのおかしくない。まあ実際に多分ね戦ってるところ見れば分かるんじゃないかなと思います。なんか変わってると思うよ。なんかテレビから新しい攻撃ができるようになったとか、なんかそういうのありそうじゃない。今まではなんかオレンジ色の光とかさ、あと紫色の光、紫出してたか紫色の光しか出してなかったけど、なんか青とかさ緑とかワンチャンありそうじゃない。なんかそういうバリエーションが増えてる可能性はあるかもしれませんねこれは。であとね、あの後ろ、これ後ろ見てもらいたいんですけど、ここ
監視カメラがあるんですね。まあ、結構定期的にさ、この茶色いスーツ着てさ、カメラマンとか中の映像見せてくれるじゃん、こんな感じで。まあ、もしかすると、まあ、秘密情報員とかがさ、事前にこういうところにカメラつけてたのかもしれないね。それでなんか状況を把握して作戦立てて、今実際に決行してるみたいなこととかはありそうだよね。まあ、わかんないです。まあ、もともとあったカメラで、それをなんかハッキングしてるだけなのかもしれないけど、ワンチャン秘密情報員がつけたとかはありそうですよね。まあ、でももう一つなんか考えられて、カメラマン陣営もさ、結構ここまで作戦立ててさ、この基地乗り込んだり攻めたりしてるじゃないですか。まあ、そこまでで結構作戦立てたりさ、この基地の状況とか知っておかなきゃいけないと思うんで、まあ、普通にカメラマンたちがここにつけた説もまああるけどね。それでまあいろいろ作戦とか考えて今やってるみたいなのはワンチャンあるんじゃないかなとかも思いますね。であとは後ろですね、ここ後ろのこの扉についてる標識みたいなの見てほしいんですけど、ハイエナジーってね、ここね書いてあるんですね。なんか危険でなんかすごいエネルギーがあるから気をつけてねみたいなことが書いてあるんですね。これは意味あるのか分かんないけど、一応ね見つけたんで言っときますわ。はい、でまあね、このラージカメラマンが、中入っていくわけですよ。はい、まあ、指差しね、俺は中に行くぜみたいな感じで、まあ、なんかこんな感じ入っていくのかな。あ、でここであの視点がね変わります。これはおそらく多分ねプランジャーカメラマンの視点にね変わったんじゃないかなと思います。でまあここでね、まあ、エレベーターがはい突然止まって、で電気がね消えます。ほら電気が消えるんですよ。そしてね、はい、突然警報が鳴り出すんですね。まあね、暗くて何も見えないんで、まあ、ここでね電気をつけるんですけど、はい皆さんね、ここ、あ、はい、ここホラーシーンです。皆さん、ここ心霊シーンなんですよ、実は。まあ、まずここら辺のシーンなんですけど、ここをご覧ください。カメラマンが見えませんか？これね、絶対わざとですよね、これね。これ絶対わざとだと思うんですよ。あともう一箇所あってね、はい、それがここ。あ、これ今結構見やすいんじゃないの？これ。ここにいるんですね。これ幽霊が映り込んでしまってるんですよね。で、しかもこっち側結構暗くなった瞬間、ほら、見えなくなったんですね。だからこれでも、あえてっていうか、もう絶対わざとやってるんですよ、これ。で、まあね、二人だけなんですね、これ映ってんのが。まあなんで、まあ僕の、まあ、予想っていうか、まあ絶対そうなんじゃないかなと思うのがあって、まあここのシーンで死んでしまった。僕は二人なんじゃないかなって思ってますね、この二人。この二人が、わかんない、このブラックスピーカーマンが扉閉めたから、なんかブラックスピーカーマンに恨みがあってなのかな、恨みがあってか、まだやり残したことがあるのか、まあわかんないけど、まあそういう理由で多分ね、幽霊になってね、出てきちまったんじゃないかなって思ってますね。っていうか絶対そうだと思います。わかんない、恨んでるとかじゃなくて最後まで見届けたいのかもしれない。なんかカメラマンたちが恨むとは思えない、僕は。まあ死ぬのもしょうがないかな、みたいな感じだとは思うって、そう思ってそうだからさ、まあこのスキビトールとね、戦うことにおいて、まあ、なんでね、なんかそういう恨みとかじゃないことを願ってますね。はい、でまあ幽霊がね、映ったまあ後なんですけど、はい、上からねすごいドン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 っていう音がして、はい、これで終わりと、70話のパート1がここで終了すると。まあ、これでね、まあ、気づいたことだったり考察は以上なんで、まあ、最後にね、まあ、70話のパート2の予想をね、していくと、次回はね、必ず僕はサイエンティストスキビリトイで出てくると思います。皆さん覚えてます？これ。この画像。これ一番最初にね、リークされた70話の画像なんですよ。なんで、まあ、この画像がね、リークされたってことは、サイエンティスト必ずね、登場するってことなんですよ。で、まあ、今の段階で出てきてないってことはね、次、もう絶対出てくると思うんで、多分、次の回もね、もうすごいことが分かりましたよ。すごいお話がね、もう今回がアストロ出てきた時以上になんか僕は進む気がしてる。いや、今回もね、結構すごかった。すごいし、話も進んでね、もう話もなんか物語にも新しいところに進んでいきそうな感じするんだけど、なんか物足りない気がするんだよね。まあ、多分僕の中でなんか物足りないと思ってるのが、このね、G マンだったり、サイエンティストだったり、なんかそこら辺の要素がちょっと少ないなっていうので、ちょっと物足りないようなね、気がしちゃってるんですよ。結構なんかすごい話だよって言ってる割には、なんかもうちょっと欲しいなと思っちゃってる自分がいるんで、多分そのね、このモヤモヤは次の回で解消されるんじゃないかなと思ってます。ってことでね、多分この動画すごい長い動画になっちゃったんですけど、皆さんどうでしたか？今回の僕の謎考察と、まあ、気づいたポイントは、まあ、気づいたポイントはね、結構自分自身で気づいてる人が多いと思うんですけど、まあ、僕の考察とかはね、まあ、謎ってつくぐらいのものなので、まあ、合ってるか合ってないかは置いといて、ね、性格がなんかちゃんとしてるかとかそういうのも置いといて、辻褄合ってるかとかそういうのも置いといて、まあ、面白くはね、あったんじゃないかなと思います。なんで、まあ、ちょっとでも面白いな、いいなとか、もうちょっとでもなんか、ね、プラスのように持ってくれたことがある人はぜひチャンネル登録して通常にして高評価教えてください。なんか70話もっとなんか動画にできそうなことありそうなんで、またもしかしたらね、動画70話に関して出すかもしれません。なんでまたぜひ皆さん見てください。そして概要欄にね、ファックブームさんのチャンネルはもちろん貼ってあるんで、パート2とかもね、いち早く見たい人は、てかもう絶対みんな登録してると思うんで、登録してください。はい、ということで、まあ、最後の方全然日本語喋れてなかったんですけど、今回はこんな感じで終わります。バイバイ。